スープみたいなのでよく取り上げられてるんだよね。そうなんですよ、本当にすごい書かれてる。うん、ということでどうだったでしょうか。なんか焼肉食べてませんでしたしかもなんかあれ食べ放題っぽかったですよね。どうでしたかねなんかもりもり食べてましたよね、あの日。そうでしたっけはい、ということで一応ね1週間こんな感じで過ごしました。はいはい、で、しょうちゃん何キロお痩せになったんでしょうか。発表です。1キロも痩せませんでした何キロって聞くから1キロも痩せなかったです。はい、やばくない？でもね、しょうがないね、これは。あの、昼もね、給食バッチリ食べてるんだよね。あ、はい、給食普通に結構たっぷりと、はい、ね、うん、給食のおばさんがまだ作ってくれてて、うちの学校、はい、残しちゃいけないから。そう、めっちゃ残しづらい。結構ね、余ってると先生とかもね、食べましょうってなるんだよね。そう、食べましょう、あの、こうやって、うん、ね、配りに来るから。昔はこう配るんです。今は無理なんだけど、ね、コロナだから、ちょっとそういう時期なんだけど、昔はこうやってご飯いる人とか言って、こう先生がこうやって、こうやって、もうなんかご飯待ってたら先生がね、うん、おにぎりにねしてくれるぐらいね。そう、塩塩でこうおにぎりにさ、そう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 、それが結構人気だったりするんだよね。そう、今はできないけどね。ねえ、塩、ね、おにぎりって美味しいんだよね。美味しい。塩ご飯にするのよく。そうそうそう、こうやって。そうするとみんなね食べてくれるんだよね。そうそうそう、懐かしいね。ということで、給食はバッチリと食べており、しかもその週末に誘惑に負けて、しょうちゃんでもね週末ね家に帰って食べたいって言ったんだけど、ちょっと家までが遠くて、さすがに家に帰って食べるとすんごい遅くなっちゃうから。パパがすごいよ、なんか、そうそう、パパはもう気が悪かった。食べたかったの、お腹空いちゃってたの、パパが、うん、それで結局食べることになりました、うん、私はちゃんと言ったんだよ、家で ね、ちゃんとスープダイエットしてるから、ね、そうそうそう、ダイエットしてるから私は家で食べたいんだけどって一応言ったんだけど、でもちょっとね、いろいろ考えて、パパがキレてた、パパがキレてた、パパのせい、パパがどうしたの、食べたいとか言うか、いや、パパお腹ペコペコだったらしくてね、家まで持たないということで、あと運転もしてたしね、ということで食べることになっちゃいました。ということで結局1キロも減りませんでした。でもみんな痩せたねって言ってくれるのはなんでだろうなんでだろうね。ストレッチとか一応してたじゃん、その時は。今はしてないと思うけどそういうのもあったのかもしれないよね。ちょっとあの体重は減らなくても、こう顔がなんか引き締まるっていうの、うん、筋肉になったとか。そうそうそう、筋肉の方が重いから、もしかしたら引き締まって
ちょっとは筋肉になったのかもね、贅肉が。それもあるかもしれない、ね、顔もっと細くなりたい、私すごくない、ね、うん、このお肉すごくない、すごくないすごくない、僕を痩せたいんです、私。うん、でもね、今もね、継続してご飯とかはね、控えめにそう、夜食べないようにしてるんです、私。夜と朝食べないようにして、昼食べちゃうんです、やっぱり。うん、継続どうしても食べちゃって。なので、朝と昼、朝と夜を減らしてるんです。減らしてるから食べてないよね。うん、あんまりね。今日も食べてないよね。朝ね。うん、あと昨日の夜食べてないよね、私。ご飯ね、炭水化物ね、うん、確かに。そうね、一応減らしてんだけどさ、ね、1キロも痩せないってムカつく、ほんとムカつくいや、ダイエットが合ってないってこと？あー、そうなのかな、もう体がなんか慣れちゃったのかな、ダイエット、うん、あのスープ、うん、スープ慣れちゃったの、多分、美味しいって食べてたから。そうだね、過酷なのがいいかもしれない。ダメだよ、そんなせいちゃんの年で過酷なダイエットはダメです。やっぱ栄養もちゃんと、スープはママはなんで継続してるかというと、めっちゃ野菜とか入れてるから、逆にめっちゃ栄養がたっぷりなんだよ、あのスープは本当に、はい、それは知ってます。はい、いろいろね、毎日入れるものも変わってるんだけど、本当ね、栄養たっぷりだと思います、いろんな野菜を入れてるのでね。はい、はい、だから栄養を取る分には、あとスープはやっぱお腹もね膨れるしね。そうなんですよ、いいと思うんだけど、まあでも継続よ、継続、そんなすぐには痩せないの。友達聞いて、友達ね、うん、友達ね、うん、ご飯いっぱい食べて、うん、お腹いっぱいってところでやめて、うん、歩くだけで2キロ痩せたんだって。なんで？あと海苔食べて出して、うん、海苔いっぱい食べて出して、うん、あとなんだっけな、あとこうやるやつあるじゃん、うん、こういう動きしながら階段登っただけで2キロ痩せたの。なんで？すごくない？すごくない？そんな2キロも変わるの？壊れてたんじゃないの、体重計だ、そんなおかしくない？そんなんで2キロも減るってだよね、すごくない？やばいよね。だって便秘とかだったのかな、便秘が解消された時ってやっぱ体重ってすごいからね、減るから。そうなんだ、うん、溜まってるものを、汚い話だからあんましたくないけど、溜まってるものが出るっていうことは体重が残ってるわけですよ汚いよこの話、ちょっとやばいですね、もうやめましょうはい、ということでどうだったでしょうか、どうだったでしょうか、皆さんご期待に添えなくて申し訳ございませんでした。本当、一応でも頑張ったのは頑張ったんですけど、頑張ってたんですけど噛んじゃいましたけど、はい、ということで、まあ一応ね、今も、うん、まあ、ゆるーくですけど、うん、まあ、継続はしてるんだよっていうね、報告です。はい、はい、全く痩せませんなんでみんな痩せたって言ってくれるんだろうね、なんでだろう ね、 ね、前髪伸びた、足切んなきゃ。あ、そうだね。はい、ということでまたね、なんか変化があったらご報告したいと思います。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。